20当てて、20当てて、当ててみて。ライトさん一狩り行きません？装備回収とかの、え、どこがいいかなこれ。装備回収とかの、そのとこ巻き込んでこうにょってパッパッパってパクって、え、ライト、ライト、ライト呼びました今。行きましょう、あのボス倒しに行きましょう、ボス周回。あ、行きましょう行きましょう。これラス、ラス掛けでお願いします。ラス掛け、おお、オッケーです、オッケーです。ギャングルだ、掛け狂ってる。おし、俺は5に掛けました。本当か、5に掛けました、うん、絶対出ないです、大丈夫です。え、出ないの？ガティ全然大丈夫じゃないよ。全然大丈夫ではないし、全然大丈夫じゃないよ。手前3回出てるかも、絶対出ない。いや、分かってないですね。ほらね、あっさんは、あ、確かに私との話にも契約した。いや、これ3出るな、おかえり。あー、野上さん3出る、これ絶対3出る。そうですね、バッカ強くて。3人T23 ファームしよう、ファームしながらファミリア探そう。はいはい、え、木材1000で1スクラップなの？はいはい、ガティ、だってさ、待って、2300だよね。えぐ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 、そうだよ、こんな借金持ち誰が入れてくるんだよ。自分で間口狭くさせてるやん俺、やばいって。変装しなきゃ、おもろ、変装 してもバレるんだよ名前で。逃げまくる、落ち時から。いや、一旦返す方向では行くけどね、スクラップを持たないとって。そもそもね、この VCR はあれでしょ、スクラップがないと始まんないでしょ。はあ、え、もう一回チャット撮ってみる。わきより2300。もう餌あげないと終わりだ、逃げられない。終わった、飛べない。さらし首だ。はい、もしもし。あ、かいちゃんごめん、わけわなんだけど、ごめん、さっきなんか電話途中で聞いちゃってさ。うん、あ、ほんまに。うん、そう、新卒ってさ。どうしたどうした。あ、俺ファミリー欲しい。うん、そうなんや。うん、なんか募集してない？頑張れよ。うん、頑張るよ、マジで。何マジ頑張れよ、本当に頑張れよ、わきよ。頑張れ、お前だったら絶対いい家族に巡り会える、絶対いい家族に巡り会える。俺これエグない？え、待って、マジで俺もうずっとソロじゃない、これもう終わってない？え、なんで、え、なんか借金でもうなんか終わってるこれ、俺人生。うわ、クラッチさんいるやん、クラッチ兄さんのとこ来た俺。よし、クラッチくんに会いたい。クラッチくん、どこいますか。よし、これを待とう。家にいる、どこらへんですかい。うん、来たぞ返事は。すぐ来た返事。ほらね、あの人は本当に優しい兄ちゃんだから。うん、こうやって困ってる俺をね、多分あの人は無限にできないはず。兄貴、行きます。T23 開始します。どこだ。確かに、あ、クラッチくん、ここですか。わきよです。ここだよ。あ、お待たせしました。何しに来たんだよ。おい、入るな。なんだって、入るな。クラッチくん、聞いてください。何しに来たんだ。不法侵入か俺。もうなんか4社5社ぐらい面接受けて、どこにも分かんなくて、ファミリーが欲しいです僕に。うん、拾ってください。
なんで俺頼ってきたの。違うんです、最初はもうどっから話せばいいかいろんなところを転々とし、なんでか僕は一人になるんです。拾ってください、お願い、お願いだ。俺は決めかねる。やっぱここは俺主体で回ってると、回ってないからさ。誰がリーダーですか、誰がリーダーなんですか。頭下げますよ。誰だと思う？まさかカルビちゃん。そうだよ。違えよ。あ、違うんだ。あれ、じゃ間違えるな。間違えるなって言っても分かんないもんだって俺。マイナス1点。分かんない。マイナス、え、ここでマイナスマ？えぐ、ここで減点マ？えぐえぐえぐ。カルビちゃんだと思うよ。もう失格だってわけよ。いやでも分かってますよ俺。実はリーダーが誰か。マイナス1点。はい、リーダーは。ひなのです。リーダーじゃないよ。終わってる。待って、誰、ちょっと待って、もうなんかもう終わって、ずっと減点されるって、これ。お願い拾ってよ。もう引くポイントがねえよ、わきよ。最初からお前ゼロ点だから。なんでだよ。引くポイントがないんだよ。俺もう不憫すぎるよ。そもそもゼロ点なんよ。じゃあわきよくんは君は何ができるんだい。僕何でもできます、マジで。もう拾ってくれた人のためだったらもう僕マジで働きます。お願いします、誰か拾って。あ、オカリナできます。僕オカリナ。でもさ、うん、オカリナ吹けます僕。オカリナ、はい、マジで、ま、神曲ばっか弾けます。僕わきよさんさ、はい、こもりとか得意？こもりしかできないです俺。うん、え、こもりっすよね。え、こもりっすよね。あの子供見るでこもりっすよね。そう。こもりしかしてこなかったそれ。はい。おお。はい。ガチっすガチっす。そう、その。私は別に。はい。こんなに困ってる人がいるなら。はい。あげたい私は。え、マジ任せてください。もう子供マジ大好きっす。ちゃんと。うん。もういいなら。はい。え、俺マジで教員免許持ってますよ。教員が持ってます。はい、社会科持ってます僕。はい、社会科持ってます僕。マジで。これガチ。マジ。ガチガチ。あんま言いたくないけどこれガチ。え、マジ？これガチ。マジ子守りでしょ。意外すぎるだろう。教員免許持ってるのは子守りでしょ。ここでそのカード切んなよ。ここでしか切れねえ。お願いします。お前強えなそのカード。そうなんです。すごい。お願いします。どうか。これ子守のポテンシャルしかないでしょ。まあ確かにそりゃそうな。お願い。全然もう私はカルビと比べて。カルビ。もう一人うちにはカルビ。はい。そう、カルビどう思う？もう社会って。ああ。社会の先生って。ああ。だいたいいいやつなんだよね。やったー。いいやつなんだ。やったー。社会の先生ってだいたいいいやつなんだよ。きたこれ。あっつ。そうなんですよ。どうだった？二人の社会の先生思い出して。そう、思い出してください。どうだった？まあ、いいやつだったわ。まあ。でしょう。ね、なんか、いいやつでそう、まあ、社会かって思って考えてたんだけど、社会の先生で悪い人見たことないんだよね。流れ変わった。説得力あるやつ持ってくんなよ。あっち。確かにってなっちゃったよ。あっち。ほら、来た。お願いします。どうか。なんか妙に説得力あったわ今の。もう一個カード切りましょうか。じゃあ、え、あんの、まだ、はい、僕あんの今現役でも映像の講師してます。お願いします。現役です。はい、現役です。え、現役で先生してます。お願い。おい、なんでも子供大好きです。巻き寄ってる。そういうすごい人だったの？いや、すごくはないけど、全然僕ちゃんと社会本当に感心してんじゃん、ひなの。はい、先生やってます。お願いします。この時のために多分僕は先生やってたんです。僕は本当にそんな動機でやるな。はい、こんな良かった先生やってて、まあ俺はまあいいと思う。マジで、私も別に全然いいよ、はい、ただでも秋尾さんにも不遇なままでいてほしい気持ちもちょっとある。そうなんだよね。
ってもうその俺ら3人だけじゃないじゃん。そうなんだよね。いやこれがね、いやまだ1社目2社目とか3人家族じゃないんだよ、はい、あ3人家族じゃない。そうそう、何人家族なんですか。じゃあもう一人ね、リリムっていうね、ちょっと待ってリリムちゃんがいるからちょっと待って、オッケー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 、あーちょっと待って、オッケーオッケー、なんかやばい感じの、いや違う、やばい感じではなく、いやそのまあむずいっすよね言い方が。なるほど。いやでも全然っすよ、あ全然って言い方あれか、あのマジやれます、僕は小森いけます、いけます、ガチいけます。いや違いますよ、なんか嫌な感じ、いや全然、なんだこいつ、いや違いますよ、いや違います、だからそのうちのリリムに、なんか違う、むずいっすね日本語、お願いしますって感じから急に変わったの、違う違う、日本語やっちゃった、マジむずい日本語、本当にむずい、マジで今限界なんですよ僕、5社も6社も落ちて、それは限界になるでしょう、テンパっちゃいますよこんな、5社も6社も落ちて、いろんな大人に裏切られてきたんですよ。5社も6社も落ちる方がむずくないか。いや違う、だからなんでそんな落ちてるの、聞いてください、あんまり言いたくないですけど、僕という人間分かってる連中が多いから、さっきひなのが言ってたように不遇になってほしいみたいな感じで多分やってるんですよ俺のことを。はい、おかしい、あんまりだ、俺はもう落ち着きたい。なるほどね、はい、なるほどね。まあ、じゃあ、うん、とりあえず、まあ、まあでも、まあ、リリムちゃんのね、意見もね、あるからな、はい、それはもちろんです。そうそうそう、はい、そうそれを待ちつつみたいな感じが、でも今日はリリムちゃんがちょっといないから、はい、じゃあ大体合格か不合格かを下すのはリリムちゃんなんだよ。なるほど。じゃあ、全然待ちます、なんなら仮採用からでも、はい、ありがとうございます。じゃあ、後ろの馬小屋、とりあえず住んどく脇を。いいんですか馬小屋どこ、この家の後ろに馬小屋があるから、はい、馬小屋でも全然いいです、ありがとうございます、優しい、桑田さん、ありがとう。いや、まあ、家ないやろうからな、はい、本当に、本当になくて、あー、よかった、立派だよ、これ、だいぶ、あー、家だ、ここの馬小屋、ありがとう、とりあえずここ使っていいから、はい、ありがとうございます、脇をここ使いな、はい、ありがとう、よろしくね、馬しっかり掃除しておきます。はい、任せてください、掃除雑用なんでもします。よし、あ、そうそうそう、勝った、よっしゃ、じゃあ、あ、なんぼのもんじゃい。じゃあ、あ、くあ、ラシャさんだ、の家ここ、あ、そうよ、あ、脇尾さんじゃん、うぃす、ご、てかさ、ね、馬消えちゃったんだけどさ、もしかして馬って消えちゃうもん、え、どういうこと、昨日の馬ってこと。あ、そう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 、で、今買ったんだよね、新しい、あの、ガシするんよね、馬、はぁ、あ、そういうことか、あ、じゃ死んじゃったのか、カッパくられたと死んじゃった。え、白い馬変えたのは熱くない。え、熱い、え、どうすっか、こっち、え、めっちゃいいじゃん、今白い馬、うん、早そう、チームに欲しいんじゃない、白い馬持ってる人、あ、もうここ満員なんですよ、ラッシャさん、すいません、え、ここ満員なんですよ、あ、そう、すいません、申し訳ないっす、ここ満員なんですよ、欲しいんじゃない、今日多いな、軽い馬、ラッシャさんも一人なの、はい、なんか迷い犬多いな、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 もういらないんですよね、一人のやつ、本当に、うん、なんか今入ったばっかりのやつ、廃棄すらないやつがなんかチャット欄でなんか一人がどうとか言ってたよ、はい、あ、もうそれ過去の話なんで全然だ、別に入ってないからね、ちなみに、ルカシ君、まだ入れてないからね、この人、言わない、言わない、まだ入ってないから、そのじゃあ脇尾さん、俺かじゃん、仮、今次仮面接、まずい、仮面接なんで、流れ変わった、ラシャさん、早く行ってください、まずいっす、まずいっす、多分比べられたら俺、今俺消えるっす、これ、このまま、え、でも二人で組めるんじゃない？え、一番まずくない？それが一番まずいからね。天才だわ。ちょっと待って、一番まずい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 。なんでなんでなんで？誰も幸せになら。一人と一人でペア作れるよ。誰も幸せになら。一人と一人が組み合わさったら二人になるんだよ。えぐいこと言うな。そうだったら一人になるやつ。いいこと言うやん。まずい、まずい、まずい。ね、俺の幸せを邪魔しないでください、ラッシャーさん。行くわ。
どっか行ったよ、俺の幸せをもう奪わないで。よかったね、脇尾。チーム招待送ろうか。いやだ、チーム招待送ろうか。似合ってる。早くどっか行って、早くどっか行って、行けよ、早く行けよ。見つかってよかったわ、脇尾の。行け、新しい家見つかったじゃん、脇尾。おい、奪うな、俺の。チームって人数決まってんの、ちなみに。チームって人数決まってんの。8人なって。あ、8人なんだ。はい、うん、あ、じゃあもう7人もいるんだ。そう、ん、今だったら白い馬あげるよ。こいつ一馬買ってる。いや、もうだからラッシャーさんも白い馬あげるよ。ラッシャーさん、もう行ってよ。白い馬あげるってこと。早く行ってよ。欲しいんじゃないの、白い馬。うんうん、今入れてくれるならあげるよ。いや、マジで馬なんて俺が取り取る。バキオのチームに。違う、俺のチームじゃない、俺のチームじゃない俺のチームじゃないって。俺のチームに作っちゃうのよ。いや、作らんで誰が入るね、俺のチームなんかに。同じチームに誰が入るね、俺とラッシャーさんのチームに。バキオさん、バキオさん、今だったら開けるよ、はい、白い今、はい、いらんって、いらんって。ごめんやけど、ラッシャーさん無理やって。何も成し遂げられないって、俺とラッシャーさんだけじゃ。いやいや、なんでそんなこと言うけど、ごめんなさい。よかったよ、涙出てきたわ。だ、とりあえずラッシャーさん早く行ってください。俺の幸せを邪魔しないでください、ほんとに。邪魔しないでよ、なんか。なんか俺も俺でここで行っちゃったら、なんか俺も幸せつかめないけど。やばい、こいつどっか行けよ。やばい、やばい、やばい。もう飽きよ、飽きよ。おるね、お前ラッシャーと組めよ。やだー、ちょうど一人のやつ、もう一人来た。あいつも一人やって、ハセジン一人やって。一番カロリー高いって。ハセジン一人だよ、確か。ハセジン、どっかで見たことあるメンバーだった、それは。よかったよ。終わってる、終わってる。やったわ、いつだって。もう3人もできたよ、チームが。おい、置くんな、ラッシャーさん、マジで。やだー、ハセジン一人だよ。ラッシャーさん、ダメ。じゃあ俺はどうでもいいの。じゃあ俺はどうなってもいいの。どうでもいいです、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 俺が幸せです、俺が幸せです、誰でも不幸になってもいい。あれだよね、ラッシャーも確か裏切られたんだよね。え、そう、俺もモンキーさんに裏切られて。ラッシャーさん昇進中なのよ。そう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 。いや、そうなんすか。じゃあ仲良くできるじゃん、二人で。そう、初日さ、初日モンキーと同じチームだったのに裏切られて、今日来たら一人だったんだ。いや、でもそれを拾ってくれる温かいところあるはずっす、ラッシャーさん。カルビさん、そうなのよ、カルビさん。そりゃかわいそうだよ。聞いてみてもいいかもね、助けてよ、カルビさん。大丈夫、拾ってくれますって、ラッシャーさん。大丈夫。だから二人で、二人で一緒に。カルビちゃん。そうだよ、二人で。やめてよ。そしたらじゃあ、ドンさんも。一旦みんなでボス行く。行こう、一旦みんなで行こう。二人の友情をそこで育もう。確かに。二人ともそこで仲良くして育もう。そっからでも遅くはない。ラッシャーさん。確かに確かに。そこで脇尾にアピールしたら、多分チームに入れてくれる。あるあるある。いけるいけるいける。あるかな。うん。いけるっす、いけるっす。じゃあ行こう。ガチ行こう。よっしゃ、行ってらっしゃい、今日行こう。よし、行こう。あ、分かってなんで。ラッシャーです。あ、すぐ息切れ。こんにちは。もうめちゃくちゃ走って強いで目合わせないで。なんで笑ってるの。モグさんも何でもするんだよ。ボス一人なんすよ。泳ぐし、地面も掘るんで。はい。一人の人が二人来たから、みんなで一旦ボス行って、二人同士で親睦を深め合って、二人でチームを作ってもらうって。いや、カルビちゃん、違う違う違う。一旦流れ変わってる、それは。違う違う違う。あいつはいらない。ラッシャーはいらない。ラッシャーは本当に。ラッシャー、早くどっか行って。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。ラッシャーねー。じゃあ一旦行きましょうよ。みんなでミッション。このクラスさんたちのチームのボス狩りを、うん、行きますか。なんなんこの人たちは。この人たちって言われてるけど、やばい。なんなんって言われてるよ。マジで、これ多分脇をこれだってラッシャーさん来なかったらもう円滑に進んでたもん、だってこれガチで。ガチ円滑だったっすよ。円滑じゃないけど。ほらほらガチで円滑だった。ほらほら見ろ、ほら見ろってなんだよ。ほら見ろってなんだよ。なんだこの人、本当に俺の幸せを奪うな。とりあえずさ、でもさ、その脇尾さんを入れるのもさ、うちら3人じゃちょっと決められないからさ、もう一人いるから。
はい、それはもちろん。そうよ。うん。そうやね。うん、もちろん。だから一旦二人は親睦深め合おう、ラッシャーさんとワキオは。まあまあ、まあ、それはね、いいと思います、最低限、はい、最低限、はい。うんうんうん。はい。定期券。じゃあワッキー、これあげるワッキー。一旦さ、あのあっちの家行ってさ、持ってくるね、荷物、あの包帯とか。あ、オッケーオッケー。あ、じゃあラッシャーさんこれあげる。裸で、足で行く。あ、ありがとう。行こうよ、行こうよ、医療班。行こうよ、行こうよ。おい、なすられたってこれ。なすられたって言わないでくださいよ。あ、めん、あ、クラッチニーやん。なすられたよ、これ今俺。もしかして、そんなことない。俺がめんどくさがられる。そんなことないっすよ。いや、ちょっとね、困ってる。普通に、多分ね、リリムちゃんがいるから、うん、うん、うん。あ、みんな、多分、そうそうそう、決めかねてるんだよ。いや、それはもうしょうがないっすね。リリムちゃんの意見が、はい。そうそうそう。いや、それはそうっすよ。それはもう、ね、入れてあげたい気持ちはあるんよ。うん、うん、うん。うん、まあけどそんな勝手にやるわけにもいかないしね。そう、多分ね、2人じゃなかったらもしかしたらいけたかもしれない。でもね、あ、もうなんか はぐれメタルやん、もう君たち。脇尾は誤射落ちて、ラッシャーは裏切られて、うん、はい。うん、もうだからもうね、うん、そこがくっつくのが一番悪いだろ。もう流れ変わった。脇尾とラッシャーが組んの組むのが一番悪いだろ。なんで、まあ、手を取り合えよお前ら、ね、じゃあラッシャーさん、そのリリムちゃんともう、うん、いやもうね違うんだよ、もうね違う、これラッシャーが来た時点で、うん、もう脇尾も多分ね、うん、もう無理になったよ、なんかね無理になったっすよね、俺もう裸で感じますもん。本当にこの人恨むっす、マジで。なんかね、うん、そう、いや、じゃあラッシャーを断るならもう脇尾も断ろうになるよ多分。いや絶対そう、なんかね俺もバカじゃないんで分かるっすよ、本当に、うん、俺結構もう半々で諦めてますもん。そうだよね、感じたでしょ、うん、なんかそうだよね、まあ、しょうがないね、俺もそんな気するわ。まあ一期一会じゃない、もうなんかラッシャーとなんか仲間になってるって。いやいやいや、ね、そういいよ、抜けて抜けていい、抜けていい、抜けていいよ、アキオ。じゃあ分かった、ガチ君、じゃあ今日リーダーに昇格させとくね。あの何、うん、ちょっとこっち来てもらいます、ちょっとラッシャーさんこれ待って、ちょっと待っ てくださいね。いいよ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 、待って待って、いいよ、分かった、いいよいいよいいよ、じゃああんまり大きな声で話せないからなんですけど、まあリリムちゃん次第なのは分かってるんで、うん、もしリリムちゃんが明日以降来て、うん、その、うん、僕をねの話をして、あ、いいよって言ってくれたら、うん、それは正直に話してください、うん、そしたら僕あの人を裏切っていくんで、全然こっちに、はい、そこだけお願いします。はい、お願いします。はい、いや、ま、ま、いや、はい、いや、ま、伝えはする、伝えはするけど、はい、でも、うん、さっきも、はい、さっきも聞いたでしょ、ラッシャーはもう一回裏切られてんだって。いやでも、しゃあがない、それはしゃあない、だってもう、裏切られるやつって裏切られる理由があるんですよ。聞こえてるって普通に。そう、だからもう、これに関してはしゃあないんで、でも一旦だから僕とラッシャーさんで動きます、これは。ね、あまり迷惑かけるのもあれなんで。聞こえてるって。そう、だから一旦頑張るんで、その胸は伝えといてください。そのひだのちゃんとカルビちゃんにも。うん。これガチお願いします。わかった、わかった。もうあんただけです、信用できるのは、クラチ君。お願いします。わかった、わかった。伝えとく、伝えとく。よし。伝えとく、伝えとく。よし。ラシャさん、じゃあ一旦当分頑張りましょう。クラチさん逆に、じゃあクラチさん逆に俺も話やるわ。クラチさん逆に俺も話やるわ。始まった。まあ今、脇尾さんとチーム2人だけど、ちょ、一応聞いてもらって、まあよかった。あの、脇尾さん裏切るから俺。一応連絡欲しい、その時は連絡欲しい。一回。その時はね。ラシャも裏切られたもんね、脇尾さん裏切るね。そうそうそう、だからもう裏切り。もう慣れてるからね。教えてほしい。いいよって言われたら。分かった。ありがとう。あ、秋山さん、また。そうです、そうです。マジ頑張りますか、一旦。一旦頑張りましょう。じゃあ、あの、頑張りますんで。いつまでいいの？はい。うん。いいです、またまた。秋山もそれあげるから。一緒に、あれ、うん。あ、ボス行くんじゃないの？あ、大丈夫か。じゃあ、脇尾と一緒に行くんじゃない？じゃないの？ラッシャー。行きましょう。行きましょう、ラッシャーさん。脇尾さん、無理しなくていい。無理しなくていいからね。あの、一人で動いていいよ、俺。いや、マジで無理してないっすね。もう多分、この流れが一番、もう、正しいのかななんて思ったりしちゃってるっす。
悲しいよ、なんか。いや、俺も悲しいです、マジで。なんか、不遇同士が。なんか。違う、はい、ごめん、脇尾さんは入れてあげて、俺もうマジで手を引くから。違うんですよ、脇尾さん。違うんですよ。じゃあ、俺が、うん、違うんでね。俺は2人とも入れたい気持ちはあるよ。やっぱ。ああ、なるほどね。それはもちろん。はい、でも、やっぱそのね、うん、他の人たちも意見もあるから、っていう話を。そうですね。けど俺がいなかったらなんかいけそうだったんじゃないの、そういうわけではない。いや、大丈夫ですよ、その。別にそういうわけでもなかったよ、はい。それは全然大丈夫です、それは。気にしなくて大丈夫です。そもそもなんか、リームちゃんがいないから、そうそうそう。待ってね。で、脇を言えないから、あの馬小屋にとりあえず入っていいよって、住んでていいよっていう流れの時にラッシャーがちょうど来た感じ。ああ、だから、なんか、はい、ラッシャーが来たからとか関係ないよ、あんま。ならよかったわ。じゃあ、今朝サドル買いこっか。買い行きましょう。はい、買い行きましょう。あ、買ってきてくれますよ。やだってくれてた。俺こんなテンション低いとこ行きたくないっすよ。違うっすよ。違うっすよ。なんかテンション低くなってんのよ、俺今。見送りづらいだろ。体調悪いんすよ、すいません。普通に。扁桃炎で今日復活したばっかりなんですよ、俺。じゃあ、じゃあいいよ。無理しなくて。一回じゃあソロでやろ、二人。ソロでやろ。いいんすか、本当に。なんか今のちょっと。やだった俺。はい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 。行こう。行こう。じゃあな、二人とも。お疲れーす。じゃあな。またねー。うん、頑張ってね。頑張ってねー。解決したんや。うん。えい、バイバイ。バイバイ。バイバイ。終わったやん、もう。終わりです。本当にあんま言いたくないですよ。ラッシャーさん、いい人なんで。本当に邪魔しやがってこの野郎。うん、うまっ。じゃあ一旦どうします？また頑張りましょう。一人一人で頑張ります？ファーム行くじゃん。あ、じゃあファームしましょう。ファームしましょう。脇尾さん決めていいっす。じゃあ二人で行動しましょう。オッケーオッケーオッケー。はい。行こう。では脇尾さんのコミュ力でじゃあ探そう。え、マジ任せてください本当に。じゃあもう。わかりました、うん、じゃあどこを入りたいとかあります？うん、どこ入りたいですか？あ、別に特にないです、俺もう仲間がいればそれでいいっす、俺は。一旦じゃあラッシャーさんが前茶で言ってください、うん、どっか働き口探してますって。ねえねえねえ、あ、こっちなんすか？ひどいよ、カエルさん。ひどいよ。なんすか違う、いや俺もなんすか、どうした？いや、待って。はいはい。待って、さすがにアンジャッシュだよ、それは。いや、俺は、なんか、うん、あれだな、深読みしすぎたのかもしんない。待って、完全に。流れ変わった？俺深読みしすぎたわ。流れ変わってきてる、流れ変わってきてる。変わった。なにこれ？とりあえず、一緒行くか。行こう、ボス行こうぜ。行く。やったー、行く。よし、やったー、バット行こうぜ。やったー、よかったー。私、普通にみんなで行くのかと思って、みんな分のバンテージとか作ってた。いや、違う、俺は、やっぱ俺が優しい。なぁ、本当に優しいんだよ。優しい。俺に任せてきたのかと思った。なら、俺は違うよ。気なのに、聞いたわ、もう。グッドボタン押しながら OK 任せろって俺がここなんとかしとくって2人に納得させてたんだって。違うよ。なるほどね。なるほどね。考えすぎだった。俺が考えすぎだったわ。考えすぎだったか。ありがてえ。よっしゃ、働くぞ。ダメバルザー、行くぞ。まさかの展開だったな。優しいな、マジひなのちゃん。なんでいけるんだから。10に10。ここから。いやでも大丈夫、また見つける。10と20。じゃあ1でいい、結局1消すんな、1消すんな。1か10。来ません、帰るしかない。ここもマップあるんだ。わすごい、何、ここすごい。いいよいいよ、操ってる空間みたいな。勝手持ち、金持ちの人しかいない。ここなんだよ。すごーい。あと後ろ見て。後ろを見て、後ろ。
ない。何後ろ？脇、俺も一回自宅に荷物戻してくる。あー、OK です。なんか、なんか新規あったらチャットでお願いします。ごめん、反応できない。全然全然。はい。待ってます、待ってます。えいっす。えいっす。気まずいって一人残すなよ、ラッシャーさん。一人残すなよ。俺を一人残すな。燃料は木材いるんじゃないこれ。なんか妹とかあったらいいんだけど。座ってる妹とか。木材取りましょうか。いけるじゃん。なりきるぞ。何それ。本当は金持ちじゃないけど金持ちのふりするの結構きついよ。そうふりしてる。そう。ふりするの。いつか崩れるよ。ハリボテしかできないまだうちは。借金やめてね借金は。うん大丈夫だよ。いや、金に似てるし、マイナスにはなってないけど。うん、これかわいい。これ冷蔵庫かわいいよな。いいね。買っちゃった、この。テーブル。贅沢に真ん中に持ち寄って。あんなに狭かった。こんなに広かった。2300。やばい、喉が乾く。うわ、待って、喉めっちゃ乾く。待って、水が、やばい。8000も近かったよ。やっぱりあっち帰るね。どうやって水飲むの？私一回あっち帰るからね。何？水持ってきた。荷物置いてくる。行ってらっしゃい。置いてくる。はい。準備できたから行こう。これあれだよね。はい。間違えた。はい。ボタン間違えた。海やからダメやろ。え、ちょっと嬉しいんだけど。いい家だ。いや、まだまだまだこんなもんじゃないから。俺らこっから。いやいや、もっとでかい家狙ってるから。そうだよ、こんなんじゃないよ。こんな家族邪魔できねえ俺。こんな幸せな家族。ラッサさん、ラッサさん。ラッサさん。一旦、この外から聞こえてくるじゃないですか、この外漏れ。これ聞いてたら胸が苦しくなってきます。幸せそうな声がね。はい。だから一旦あのアクションが出るまで俺はこれ待ちます。そうだよね。この幸せな家庭を邪魔できない。そうだよね。頑張りのね証なんだね。そうそう。クラッチ君にクラッチ頼むしかないできないです。これは。ちだもんな。クラッチしてくれないとこれは俺たち何もできないです。手に豆ができるみたいなもんだよ、これは。唇にも豆ができちゃったんだよ。耐えやね。食べれるのかな？あまりにも耐え。ここで、うん、言うを頑張るよ。もっと大きい。パウしよう。この時間でもできることある。もっと頑張ろう。この時間でもできることある。うわー。アーム。ね、マジでそれよ。幸せそう。え、でも周りに…あれだよ、見下ろせるよこれ。ぐれてないんだ。いい家やな。うん、すごいなんかいい家だな。多分だから10万やな。日当たりも良さそうだし。家族っていいっすね。ここに書いてあるのか。あ、そっかそっか。家族っていいね。いいな、家族。Get money。ちょなんか窓の外なんかいない？どうもどうもお疲れ様です。どうもお疲れ様です。あ、いえ全然大丈夫ですよ。はい、先ほどのものです。外で待ってようかなってまた行くって言ってたから。はい。はい、待ってました。いや、すごい活躍でしたよ。はい。あ、すごいすごいすごい。こんにちは。はいはいはい。こんにちは。愉快のせーの。すごいすごい。あら。はい。すごいすごいすごい。一人100円。一人100円です。いや、インキャーズ株式会社の音楽隊です。あ、そうなんですね。お演奏すんな。まだ押してるだけでいいじゃないっすね。そうだよな、弾いてないよな。ねえ、難しさ
もないそれ自動演奏だろ一人1円で100円って大丈夫でしょうか一人1円一人100円です1円何それ1円でいいんですでよあなただけの特別価格そうそうそう普通は100円かかるんだけど今日特別セール1円です1円ですああもう特別セールって言って1円でも取ろうっていう手段ですねその音楽って楽器できたら入りますかあるなそういう店楽器できたら入れますむしろその楽器が欲しいその楽器が欲しいどうします楽器できたら入れますかってあのでも入団料もらわないと入団料やばいよ入団料入団料はいカルビいくらですかなんだ入団料戦いに100円100円100円ですクラチ君今までありがとうちょっとこれは金取れそうにないから接種しよう音楽隊で頑張ってくれ間違えました間違えました中間増えた増えたじゃあ中間増えた楽器ありますかえガチ楽器でいいガチ楽器ありますうんガチ楽器あるよじゃあ入団テストしていいですかあ、はい、はい、不合格です帰ってくださいダメ社長不合格です帰ってくださいダメですえダメです帰ってくださいダメですこれ全然帰ってくださいなんでなんで帰ってさないなんでくださいちょっと待ってあ帰ってくださいなんで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 言ってたなんて言ってたなんて言ってたお帰りください。え？いいんです社長、これでいいんです。え？なんで？なんで？仲間。仲間だよ。俺が何しちゃってんだ。あ、脇尾さんいたいたいた脇尾さん、俺らの加入会議してくれてるらしい、今嘘ほんまに、うん、泣きそうで、陽さんが、うん、陽さんって方が入りたい、うん、入りたいって言ってないんだけど陽も陽も興味を持ってくれたんだけど、うん、え、陽も入りたいって言ってんのなんかボスに倒していきたいみたいな言ってあ、なるほどなるほどお客さんどこって言ってたんですけどヨウさんがどっか行っちゃったはいはいはい静かに守るわかったわかったなるほど理解した理解した確かにだからリズミちゃんが優しいなクラチさんはわったじゃあもう一回行こうもう一回行こうあの、そうだよねうんそうだよねあの、ちなみにでもあの、3人に増えちゃったんだけどあの3人に増えちゃったんだよやばい 3人うん3人誰でっこいがもう1人増えちゃったでっこいでっこいえでっこいってもしかしてえよえよう？ようも行きたいらしいボスにあそうなんだうんまあボスに行くのはいいんじゃない運営さんなりでさようはいつもどこに入ってるんだよね。え、そう。もしかしてさ、あんまりあれなのかな、愛されてないのかな。ボス戦行くならボスを絶対監視してほしいみたいな。向こうで、向こうで。うん。あのお母さんたちが多分忙しいかもしれない。ああ、でずっとお家に一人で近所に遊びに来てるみたいな。そう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 。暇で遊びに来てる近所の子。あ、ボス。帰らないで大丈夫なのってやつね。あ、そうそう、一緒に行きたいって。あ、ボスに行きたいってことね。そう、そう、ボスに一緒に行きたいみたい。で、今、多分3人で遊んでる。仲良くなってんの、この3人で。うん、3人で仲良くなってる。え、2人いるよ、2人いるよ。あれ2人いるよ、ここ。あー、お疲れ様です。はい、生々。はいはい。あれ、ヨウはリムさん、よろしくお願いします。え、ヨウはわかんないの。はい、あの、ぜひ、よろしくお願いします。あれ実技で見るから。あー、了解です、了解です。一応、先ほどのボスは9割カットぐらい自分がさせていただきました。はい、こいつに任せました。そうなんだ。
った、はい、いや、はい、本当にすごかった、はい、ちなみに、はい、いや僕はあの全然なんかいろいろやってたんでファームとか一応みんなの装備を守り続けました、はい、みんながダウンしちゃって僕だけ生き残って、はい、一応ソロでボスを9割カット、うん、よっしゃよっしゃ抜けが抜けが禁止抜けが禁止抜けが禁止、はい、うん、即戦力です即戦力ですマジですごいまずまずまずはい、この左の方は、あ、左の方は僕はそのみんなが耐えてたのをその応援したりとか、あと落とし物とかを拾ってました。はい、やれることやろうと思って。はい、一応はい頑張りました。いや、別に嫌いじゃないけどね、そういうの。あ、ありがとうございます。すみません。そうですよ、ね。はい、頑張ります。はい、一人いたら助かる。あ、助かります。はい、頑張ります。頑張ります。実力派と賑やかし派だよね。はい、はい、そうですね。ちょっとマジでやめろ。抜け駆けするのマジで。本当に。えぐいってマジで。本当に。たぶんマジで本当に。はい、みんなでやれまーす。いいじゃん、いいじゃん。よかったよ。好印象、好印象。うん。今のといい。今のといい。ありがとうございます。エイサイサイです。もう何でも言ってください、本当に。何でもやるんで。何の好印象よ、何だったっけ？ん？ん？番号。あ、待って、ここのパスワードって何？やばい、聞かない方がいいぞ。これ聞かない方がいい。これ誰かやろな。あ、オッケーオッケー。死んだんだよ。えらい、あの2人。ラシャ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 。あのさ、抜け駆けしようとしてる？抜け駆けしようとしてる？してない、してないよ、全然。いや、なんかさ、その、いや、俺だけ入れるってなっても絶対に行かないから、マジで。ガチで言ってる？本当に？じゃあ、もし、じゃあ、片方が抜けたら。じゃあ、ラシャだけって言われても、もう絶対。行かないし、で逆にワッキーが行けるってなったらワッキーだけ行っていいと思ってる、うん、俺はそんなことしないよ、ラッシャ。俺も俺だけ行くってなっても俺は絶対裏切れない。もうなんかもうマジで家族だから、もう、うん、なんだろう、それはもう約束し、今んところ一番の家族ラッシャだもん、まあ、当然だからね、うん、これガチ、これに関しては、うん、そうだよね、うん、これもワッキーさんだと思ってる、うん、なんかね、家族を探したけど いたわ、身近に家族が、うん、もうね、うん、サンとかつけなくていいから、そう、もうなんかもうごめんな、ラッシャー、なんかラッシャーでいいから、うん、マキオさん、ほんまにすまん、うん、うん、ほんまにすまんで終わるわ。うん、なんか気づけてよかった。マキ頑張ろう、うん、頑張ろう、マジ頑張ろう、うん、うん、うん、マジ頑張ろう、よし、なんか嬉しいな、うん、うん、で、これで入れてもらえればより、うん、やったじゃない、うん、そうだね、うん、それで結果オーライかな。どうも、でも、聞いてくれよ、聞いてくれよ、ラッシャー。なんか思ってたんだよ、これ、うん、どうしたの俺なんかよ、あの完璧な家族の形が心に来すぎてはいるよ。なんてその完璧な家族の形を見せつけられて、俺はもう結構もう来てはいるぜ。来てはいるぜ俺。来ちゃってる。あそこぐらいだってそんなあんな家族っぽい感じよ。いやそうだよね。なんか一番家族っぽいところになんか行っちゃってはいるよね。あそこだけよ。だってみんなディスコとか繋いでやってる。やんね。そうなんだよ、なんか、うんうん、本物の家族だわ、ここガチキチ。まあね、うん、なんかけどキチよ、入りたいよね、入りたくない、やっぱ。いやでも今お前がいてくれて俺はもうあれだけどね、十分だけどね。うん、ガチで、うん、マジでお前がいてくれて、お前がいてくれるだけでいいけどね俺は。うん、うん、聞かれてない、聞かれてない俺らの。あ、大丈夫大丈夫大丈夫。あ、ミスター、あ、ちょちょちょ、あの裏画面ちょっと、裏画面ちょっと違うんですよ、いいな、あの違う違う違う、裏画面言っちゃった。うん、違うよ、大丈夫大丈夫、どうどうどう、違う違う違う、撃たれたー。あ、まずいまずい、終わった終わった終わった、はい終わった、破滅の破滅への、はい破滅への終わり、はい終わり。いや違う違う、あのカチ君、あの裏画面、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 ひなの分かってて言ってるね、それね。うん、違う違う、裏画面行っちゃった、裏画面行っちゃった、裏画面行ったらほらボーンってね、出ちゃったの。撃たれた、やで、まずいまずい、終わりだ。いや俺も音聞いたわ。ラッシャー終わりです。はい、ジージー。ワキワキ、俺で撃ったの俺だよ。撃ったの俺、撃ったの俺、撃ったの俺。え、ラッシュが撃ったの？ラッシャー、うん、ッシャー、おめえじゃない、俺なんだよ、うん、俺が間違えて撃ったんだよ、ラッシャー。お前は出るな、お前出るな。ワキ、ワキ、お前、行ってこいよ、もう。
うるさい、もう嫌だったよ俺も。めんどくさこいつら。めんどくさがるな、めんどくさがるな、めんどくさがるな、めんどくさがるなって。もう別に二人、もう二人ともいい。何か起こるごとに茶番すんのやめてや。これ一旦いやいや、その茶番に一旦ボスっすよね、これ一旦ボスっすよね、一旦ボスよね。もうほらワッキー、もうごめん、でも私が今始めた物語だった。ガチ間違い、ガチ間違い、ガチミス、ガチミス。そうだった、そうだった。あれ、ワッキー、そうよ。ワッキーはいるよー。え、ワッキー、あ、いた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 。いったー。足がついんだ。結果をね、はい。ラブって発表したいと思います。おお、結果出たんだ。ドキドキだ。って、これダメなの？どうぞ。今回ははい、はあ、ながら合格でーす。もしもかっていう時はよっとーガチっすねー、ガチー合格でーす。わっきよさんやったー、マジかよらっしゃー、よったよ、いけたやん、よかったな、ガチか、嬉しい、ありがとう、なんかね、うん、2人ともそれぞれの役目を果たしてた感じがしてよかったね。ちょっとマジか、嬉しいな。で、あとなんか愉快な、うん、あ、これ失礼かな、うん、あ、全然もういいよ、全然いいよ、もう大丈夫よ、愉快なおじさんって感じ、あ、全然褒め言葉、全然褒め言葉やね、うん、嬉しい嬉しい、あ、大丈夫、うん、超褒めてるよ、これは、これ嬉しいよ、ありがたいよ、こんな、うん、愉快なおじさん、じゃあチーム解散しようか、解散しよう、チーム行ったんな、ありがてえ、ここ2人でチーム組んだんだよ、あ、2人で組んだんだ、そう、あ、そう、2人で、うん、デュオチームだった、デュオ晴れ物チームでやってたから、あ、そうなんだ、嬉しい、ちゃんと組んでたんだ、改めて、ウケる、改めてよろしく、よろしく、はい、お願いします、みんなを幸せにします、よろしくね、これいいんだよね、いいんだよねって、いいんだよね、言っちゃったけど、うん、いいんだよ、ありがとう、やったー、やった、じゃあ我が家か、ここが早い早い早いすごいじゃん、すごいよ、いきなり行くやん、まあ、そうだけど、そうだけど、そうだけどね、まずお二人方、お二人方、はい、お二人方、お二方ね、うん、お二方よね、うん、うん、お二人方ってばよ、お二方よね、ここに名前を、うん、ああ、これどうやって書くのこれ、ああ、そうだ、名前書く、うん、どうやって書くのこれ、あ、これ、うん、え、これ文字、いい、あと、多分チームに入れてもらえばいけんじゃね、あ、なるほどね、あ、すいません、あ、そうか、すいません、家主さん、まず、え、どうやってチームに入れるの、ちょっと、ごめん、え、ちょっとチーム入れれる人いる、うん、はいはいはい、ちょっとごめんごめん、忘れてた、あ、ありがとう、ありがとう、ありがとう、わ、やったー、かこうぜらっしゃ、かけない、かけないんこーい、え、けど、よろしく、かけないんこーい、けど、かけない、かけないんこーい、触ってないから、触ってないからだと思うよ、あ、あれか、 TC や、タンス登録しないと、了解了解、これやこれや、泣くだろ、二人馬小屋でとか言ったら、あのさいや全然いいよ、適当箱ってない、適当箱、適当箱、あ、いけるよ、結構何どこにいけるよ、いけるよ、いけるよ、あ、そうだよね、いけるけど、あ、の方に入れて、左かな、こんな真っさらだったっけ、さっきちょっと待って、これ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 整理しようか、あ、適当箱、うん、これ入れていいよ、適当、むずいな、これラッシャー、消えた、必要なものだけ抜いておくわ、え、てかさ、俺の画面だと何も書かれてない状態なんだけど、ほんまに書かれてる、書かれてるよね、こっちも、うん、うん、全部消えちゃってる、そうだったよね、むずい、雨で落ちちゃった、消したんか、お前、ワッキー、消しないよ、任せて、今書いてる、あ、書いてると中毒そうなのか、ちょっと待って、なにこれ、ちょっとむずい、あ、今書いてるからか、白くなってるんだけど、看板が、えぇ、ー、えぇ、ー、あんなピンクだったのに、どうしたわかる、ちょ、どちゃ色、なんかサビか、サビか、もう、どうちょ、え、待って、え、カミちゃん消えて、カラも消えちゃうんだけど、なんで待って、ちょ、脇をなんか、なんで、うん、俺端っこにしといた、ね、ここめっちゃ端っこだし、なんでカラミちゃん消えてんの、これ消え替えたら、これに
これどう？これ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 で書くの？あのこれ。ああまあいいじゃない。ここに書き出してくる。あここいいね。こっちの書くか。あ俺こっち書くわじゃあ。新規メンバーだしね。新規メンバーだし。新規メンバーそっち書こうぜ。ありあり。あり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 。ありではある。じゃあもう一回書かないといけない。寄せる？寄せるこれ。それか。ちょっと待って、どうやって消すのこれ。あーどうなんだろう。どでもまた入ったらさ、そのためにここに入る投げいけなくなっちゃうからさ。あ、そうだよね。多分8人分予想して任せらっしゃ。ピンクにするわこれ全部、うんうん、あ、俺やってるよ今。やってる、ありがとう。確かに賢い。え、なんで反映されないんだこれ。なんでなんでだ。カウビちゃん取られちゃったよ。カウビちゃんの枠。ワキオに。いやちょっと待って。ワキオに取られるの。ワキオにって言うな。ワキオにって言うな。可愛い。ラッシャーさんのとこに書いてる。じゃあカウビちゃんラッシャーさんの。マジ。ラッシャーの下。ラッシャーアイコンだって。あるよあるよあるよ。ほら。いいじゃんいいじゃん。カウビちゃんあるよほら。いいじゃんこれラッシャー。うん。めっちゃいいよね。今書いた今書いた。え、脇をこの下に。え、俺こっちがいい、いいかな。ハートの、ハートの形いいね、味が出てて。味がある？ありがとうございます。いい、かわいい。ずるいそれは。俺も描いてる。それハートはずるいよ。いらっしゃいみたいだね。お店みたい。あ、それめっちゃたまに言われるわ。いらっしゃいみたいな。めっちゃたまに言われる。いらっしゃいって言われる、たまに。いらっしゃーみたい。いらっしゃー。いらっしゃいらっしゃー。はーい。はい。看板ってもしかしてドロップ？いや、本当に愉快なおじさんたちが。愉快なおじさんたち。いや、褒め言葉だよ、マジで。ありがとう。若いんだけどね、俺。え、でもさ、この二人はさ、双子みたいだよね。双子マン？あ、そうだね。え、可愛くない？ラッシャー見て。うん、あ、かわいい。かわいいっしょ。かわいいっしょ。うまっ。女子力。めっちゃうまいよ。かわいいっしょ。なにワッキーくんって可愛いっしょ。ワッキーくんえぐい。やっぱ可愛くいこうよ。ワッキーくんって何？ワッキーくん、ワッキーくん可愛くない？ワッキーくんって呼んでいいんだよ別に。可愛いけど可愛いっしょ。呼ばせようとしてない？これを機に。いや結構ワッキーくんって呼ばれてるから。そうなんだ。なんか引いてない。ワッキーくんちょっときついかも。きついか一旦。まあ無理はせず。水だるね。全然ワッキーくんの方が嬉しい。俺もいいんじゃない？これ俺もいいんじゃない？おい、真似すんな。真似すんな。水の溜めるやつ。真似すんな。ボットン便所みたいな。ボットン便所みたいなやつに入ったやつを。かわいい。溜めとけば、溜めていけるかなって。下に。まあ、これも置いとくかとなる。これ、下に置いてあるんだ。8人まで。じゃあ、あと2人。溜めるの。最大入れるんすか？あと2人かな？そう。おお。気圧じゃん。なんかこれ。どうらっしゃ。髪って何がすごいの？美しいのかな。なんかお手伝い。かわいい。どんどん可愛くなる。めっちゃ美しい。かわいいよ。かわいい。かわいい。かわいい。どんどん可愛くしよう。え、今日はセンスあるんだね。こういうの。ちょっとあるかもセンス。おじさんだけど。かわいいよ。だってこのハート描いた時点でやっぱレベル高いってなったのに。え、ちょっと待って。お才能あるかも。えぐえぐ。才能ありだ。ちょっと任せてほしいかも。可愛い。ラッシャー。小学生の女の子みたいな感じ。うん、なんか褒め。うん、見て可愛くない？ジョジョおじさん。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 この顔え。ジョジョおじま。ジョジョおじま。ジョジョおじま。そう。ジョジョおじま。ちょっとえぐいな。センスあるな。いやでも可愛いかいいか。左の看板がすごい逆に変だもんね。大丈夫？可愛いもん。可愛いさ足りてる？取る？大丈夫？取るってやつ？え、ジョジョおじやっちゃっていいよ。あ、任せて任せて。めっちゃ楽やこれ。流れてってる。ジョジョおじ任せな。え、どういう感じがいい？ジョジョおじ？うん。何でもいいよ。え、もうね。うん。びっくりした。あ、ちょっと待って。どうやって打つの？ね、もう可愛い。任せな、ジョジョおじに。マスクをして、お願いします。どうしよっかな。可愛くでしょ。